こんにちは。ご視聴ありがとうございます。今日も、作ったものと購入品を紹介しようと思います。まずはこの前ね、の動画でも作ってたと思うんですけど、旦那さんにニット帽を編みました。で、完成しましたので、ご覧ください。この前作っていたニット帽が完成しました。こんな感じでリサイクルポリエステル毛糸で作りました。もう輪でどんどん編んでって、ここ6センチ7センチくらいを2目ゴム編みで、あとはずっとメリヤスでどん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 原目をしながら、目数少なくしながら編んでったっていう、ほんとなんかシンプルな作りのニット帽です。なんか旦那さんがこういうニット帽が欲しいって言っていて、浅めの高さがあんまりないニット帽が欲しいっつってて、モデルさんっていうか YouTuber の人がね、それをつけていて、これと同じ形がいいっていうから、なんかその YouTuber の人の動画を見ながら こんな感じかなっていう感じで被りながら、もうへこませる、もう頂上に行っちゃっていいかなみたいな感じで、被りながら様子を伺いながら、編んできました。なんでなんか自分の好きな形にやっぱ作れるのがいいですね、編み物は。なんであんまり高さがないです。かわいい形ですね。私はニット帽に合わないんですけど、このね、リサイクルポリエステルが結構ね、滑る毛糸で、結構滑っちゃいました。なんで目を落としやすかったですね。あとなんか、ちょっとやっぱガタガタで綺麗に編めなかったなーっていう感じ。あと結構毛玉っていうか、ちょっとほわほわもう出てきちゃってて、ちょっと汚い感じになってしまったんですけど、もうね、ずーっとつけてくれてるんですよ。ずーっとこれかぶってくれてて、朝起きてもう速攻つけてて、でもお風呂入る直前までこれつけてくれてて、家の中でもなんか超気に入ってくれてるのか、私に気を使ってずっとかぶってるのか分かんないですけど、なんで使用頻度がかなりあるのでね、ボロボロ 違う毛糸でもう一個作ってあげようかなと思います。なんか難しかったかも。毛糸自体は編みやすいんですけど、なんかちょっとなんかほわほわ出てきちゃうんだよね。この繊維みたいのがほわほわ出てきちゃってるんですよ。どうすればいいんだろう。洗濯っていうか水通ししてない、アイロンもかけてないからなのか、水通しすればもうちょっとマシになるのか、ちょっとわかんないですけど、まあでも簡単だし、ニット帽ずっとメリヤスで、自分の好きな形で作れたので楽しかったし、まあ気に入ってもらえて何よりって感じです。そんな感じで、めちゃくちゃ喜んでくれて、ずーっとねつけてて、このリサイクルポリエステル、ダイソーのこれで作ったんですけど、これがちょっと私が編むのが下手だからかわかんないけど、ほんとねつるつる滑っちゃって、目がいっぱい落ちちゃって、ちょっと編みにくかったので、で今ね、ボロボロに なっちゃって、まだ2、3週、2週間くらいかな、作って2週間くらいしか経ってないのにめちゃくちゃボロボロになっちゃったので、
もっといい毛糸で編み直そうと思います。やっぱリサイクルポリエステル、リサイクルだからなのかな。そんなことないんですよね。私の編み方が良くなかったのかもしれない。結構頑張って編んだから悲しいんですけど、しかもこれあと2玉あるので、まあ何かしらに使いたいなと思うんですけど、ちょっともうちょっとちゃんとしっかり編もうと思います。ボロボロになってしまいましたけど、今ね旦那さんいないんだけど、そのニット帽、ボロボロのニット帽をつけて出かけちゃったので、手元に現物はないんですけど、本人はお気に入りでボロボロでもつけてくれています。はい、そんで次はこの編み込み模様の巾着を編みました。この編み込みがねめちゃくちゃハマっちゃって、これはフリーパターンなんですけど、ネットで検索してフリーパターンのやつを作りました。で、このね紐を通す、ここはかぎ針でなんか適当に長編みとかを入れて、はい、紐を通すところは作って、まあここからここは棒編みですね。で作りました。で、なんか初めてやったから中のね糸の通し方が分かんなくって、糸をね編み込みながら模様編みをしていかなきゃいけないんですけど、編み込むのがね前半の方できてなくって、すごいね中渡り糸がめちゃくちゃ渡っちゃってて、わかるかな、ほらすごい渡り糸を渡ってて、これじゃダメだと思って後半はちゃんと糸始末しながら編んだんですけど、前半ねもう渡り糸めっちゃ渡っちゃってるから、これにね鍵と財布入れてスーパー行ったんですけど、そしたら案の定鍵が中で引っかかって、渡り糸が引っかかってねダメになっちゃったっていうか、模様は案の定模様はね生きてるんですけど、ギリギリでもね引っかかっちゃったから、ちょっともう鍵入れるのはダメだなと思って、今はねアメちゃんを入れてます。アメ私結構ねなんか集中力切れた時とか仕事中に、あとなんかちょっと疲れたなって時にこれ飴食べるとねなんかシャキッとするんで気分転換されるんで、飴ね結構食べてるんですけど、この金のミルクがお気に入りですこれ飴を入れることにしました。飴なら引っかかりがないから大丈夫かと思います。で、このね編み込みにハマったので編み込みのね本も買いました。これがめちゃくちゃ可愛くって、もうね可愛い柄がいっぱいなんですよ。もう見てるだけで幸せな気持ちになるんだけど、色使いがねなんか赤と青とかさ、私あんま選べないから、この黄色とネイビーとか、なんか模様だけじゃなくて色使いもね勉強しなきゃなって思いました。おしゃれな色使いで編んだらねもっと可愛いだろうなと思って、はい、そんな感じで今は編み込み模様にもハマってます。で、お友達に編みました、靴下、オパールケートで靴下を編みました。お友達はねなんか最近バイクバイクってロードバイクにハマってて、
ロードバイクがね、緑色の自転車みたいなので、そのロードバイク乗るときに履いてほしいので緑の差し色を入れました。ちょうどこのオパールケートのね、このケートも緑がアクセントにあるから可愛いなと思って、はい、オパールケートで靴下と、その友達にも編み込み模様の巾着を、あ、巾着じゃない、ポーチをね、編みました。自転車のね、模様にしたんだけど、わかりますかね、自転車に見えるかな、ちゃんと。かわいい、気に入ってもらえるといいな。友達のポーチにはちゃんと内布をつけましたここ引っかかっちゃったらね、ダメだから、友達にあげるのは。だからちゃんと内布をつけて、はい、プレゼントしようと思います。で、お友達は、お友達のワンコにもね、このミニ靴下のネックレスを、ネックレスっていうかチャームを作りました。友達ワンコ飼ってるので、ダックス、こうやってあのね、ネックレスにしてもらおうと思いますかわいい、よいしょ、このなんていうの、この後ろに D 缶、D 缶っていうんだっけ、これをつけて、紐をつけて、あのっていう、ただ単純なやつなんですけど、これがめちゃくちゃあっという間に、ミニ靴下ずっと作りたいと思ってて、で、このね、友達にプレゼントするこのパールケートのアマリートで作ったんでお揃いです。飼い主とお揃いのミニ靴下を編んでみましたので、お友達とワンちゃんと一緒にね、同じ靴下をねつけてお散歩行ってもらいたいなっていう感じでございます。うちのワンコにもね作ろうかな。うちのワンコはダックスじゃないけど、まあ、つけるとどうなるかっていうと、はい、こんな感じです。ポンちゃん、お座り、ポン、お座りして、お座り、お座りはポンちゃん、お座りしてよ、ポン、顔見して、見せてくんないな。まあね、ポンちゃん、まあちょっとわかんないな、こんな感じでネックレスになります。なんかネクタイみたいだね。まあ可愛いでしょ、そんな感じです。はい、うちのワン、私がね、あのトリマーの仕事をしているので、一緒に出勤ができるんですけど、今日一緒に出勤したからね、疲れちゃってもう超寝てます、爆睡してる。あ、ちょっとあまり撮影協力してくれなかったけど、これめっちゃ可愛いですはい、あとね、そう、最近買ってよかったもの、じゃーん、ちょっと雨の音が入っちゃって聞こえづらくなっちゃったかも。この糸通し、糸通しです、毛糸の糸通し。あ、これがさ、めちゃくちゃやりやすくなって、糸始末が、これがあるだけで、ただでさえめんどくさい糸始末、これがあってもまあめんどくさいんですけど、やりやすくなって超お気に入りになりました。 Amazon で500円で買いました。こんなのあるなんて知らなくって、面倒な糸始末がちょっと面倒じゃなくなって、ほんと良かった、もうこれ手放せない、超大事と思って。
あとね、この数字のビーズも買ったんですよ。数字のビーズ、これなんか200個くらい入ってて、まだまだ数字のビーズあるんですけど、この数字のビーズを買ったんで、あの段数マーカーっていうの私持ってなかったんで、段数マーカー、段数リング、これをただこのマーカーに入れてつなげただけなんですけど、あるとめっちゃ便利ですね。これ今何段かっていうの分かるし、私編み込み模様ハマってから自分が今何段目なのかっていうのを、そのノート見ながら、ノートっていうかこのレシピを見ながらね、今何段目編んでるっていうのを把握しながら最近編んだりすることが多いんで、この段数今自分が何段編んだかってさ、もう分かんなくなってきちゃって、いつもあのカウンターカチカチやりながら編んでたんですけど、まじそのカウンター押すことも忘れるっていう事態なんで、私はなんでこれがあると自分が今何段目かすぐ分かるから、あ、買ってよかったと思いました。もっとね可愛くね、なんかつけれればいいんですけど、 T ピンとかって買って、テンチも買って、なんかもっと可愛く作ろうと思ってねやったんですけど、なんか T ピンをテンチで丸くするのがうまくできなくって、とりあえずこれ簡単な方法でやりましたけど、もうこれでも全然使えりゃいいって感じなんで、私はこれでも全然いいっすね。買ってよかったです。ダンスリング、あとは100均で、はい、毛糸をたくさんまた買ってしまいました。レースヤーン、レースヤーンとコットン、レースヤーンとコットン買いましたね。なんか靴下レースヤーンで編んでも可愛いなって、ソックニッターのまゆみさんがレース糸で靴下編んでたから、私も編みたいなと思って、なんかいろんなレースヤーンとこのコットン糸安いから買いました。だってこれさ、なん120m 入って100円だからめっちゃ安いなと思って、でこれもあるでしょ。またなんか編み込み模様でなんか使えないかなって思ってます。そんな感じで最近はそう、靴下と金ポーチと巾着アメちゃんとミニミニ靴下といっぱい編みましたね。めっちゃかわいいです。これ自転車に見えるか不安なんですけど、大丈夫かな、かわいい。そんな感じで、今はというと、また靴下を編み始めてます。これもリサイクルコットンヤーン、ダイソーのリサイクルコットンヤーンと、このなんだっけ、湯沢屋で買った、コットン糸のソックヤーンで靴下を編んでおります。なんかおばあちゃんに編んであげてますおばあちゃんに編んであげようと思って、ずっとねおばあちゃんに編んであげようと思って、このコットン糸のソックヤーンをね湯沢屋で買ったんですけど、ずっと編んでなかったので、やっとおばあちゃんに編む気になったので編む気になったというか、はい、編んでおります。なんかこれが編み終わったら、旦那さんにまた新しい毛糸でさ
ニット帽も編まなきゃいけないし、お母さんもね、11日来週くらい、来週とちょっとで誕生日なんだけど、誕生日にお母さんにも靴下をまた作ってあげようかなって考えてて、なんかお母さんとこの前湯沢屋行ったんですけど、そのソックヤーンがそんなに高いっていうのに超びっくりしてて、そんな高い毛糸でこれ作ってくれたのってお母さんにね編んだ靴下があるんですけど、こんな高い毛糸で編んでくれたんだみたいな超感動してて、じゃあもうあれだ、ちゃんとお風呂に入って足をめちゃくちゃ綺麗に洗ってから履かなきゃみたいな感じで、むやみに履けないわみたいな感じでね、なんかすごい気に入ってくれてたんで、私ね、お母さんに作ってあげたやつね、オパールイトじゃないからね、すごいね、安い系統っていうか、あ、なんだっけ、あそこは東海、クラフト東海で安売りしてたしましまの毛糸っていうソックヤーンでね、お母さんの靴下編んだんですけど、お母さんに編んだ靴下の毛糸はそんなに高い毛糸じゃないよって言えなかったから、そう、お母さんが履いている靴下オパール毛糸と勘違いしてて、すごい高級な糸で編んだ靴下だと勘違いっていうか、まあ知らない方が幸せな嘘もあると思うからね、そんな大きな嘘じゃないし、しましまの毛糸もまあ600円くらいしたから、まあね、何円から高級っていうのは人それぞれだけど、私からしたら600円の毛糸もまあいい毛糸だからね、間違いではないんだけど、でもなんかすごいいい毛糸で編んでくれて本当に嬉しいみたいな。で、私なんかお母さん100均糸でいいからまた靴下欲しいって言ってくれて、100均の安い毛糸でも何でもいいからまた欲しいって言ってくれてるから、また編んであげようかなとかも思ってて、私自分の靴下でオパール毛糸の靴下持ってなくっていろんな友達とかそのお母さんとか編んであげたい人がいっぱいいすぎて、まあ、自分はまた今度編めばいいや、また今度編めばいいやっていうのがね積もり積もってね、自分にねオパール毛糸の靴下持ってないからね、自分にも編みたいんだよね。でもね、やっぱ自分は後回しになっちゃいますよね。だから自分にオパール毛糸で編みたいんだけど、なかなか自分の番が回ってこないっていうかそう、そんな感じで嬉しい悩みですねを抱えております。なんかこの前旦那さんの方のお母さん、なんか義理のお母さんにもプレゼントしたんですけどね、動画でも言ったんですけど、それもすごい喜んでくれて、なんか足のサイズとか分かんなかったから適当な感じでね作っちゃったんだけど、私と同じくらいかなと思って私と同じぐらいのサイズで作ったんですけど、無事に入ったみたいですごい喜んでくれてよかったです。なんか靴下ってさ、すごい喜んでもらえるからさ、なかなかねえ、なかなか自分の番に回ってこないっていうか、喜んでくれる人のために一目散になんかその人に編みたいってなっちゃって、なかなか自分の番が回ってこないですね。ニット帽編まなくてもいいかなとか思うけど、
でもあんなボロボロなのにあんなにね大切に使ってくれているのはすごく嬉しいですね。もう毎日毎日使ってるからね。なんかどっかの誰かがYouTuber さんかどっかでお話ししてくれた編み物の方が、せっかくね時間を割いて一つの作品を作るなら絶対時間をかけて時間をかけていいものを作るならいい毛糸で作った方がいいよって教えてくれてて、時間かけて作るからね、毛糸はもうちょっと高くても投資した方がいいみたいな、で長く使えるアイテムを作った方がいいみたいな話をねしてくださっていて、まさにそれだわと思って、安物買いの銭失いじゃないけど、あー時間かけて作ったのにボロボロになるの早すぎと思ってショックですね。もう私の編み方がいけないのかもしれないけど、なんかこのコットン糸は指定号数が結構太かったんですよね。3号とかだった気がするんですけど、ドパール毛糸だと1号の上張り推奨じゃないですか。だから私いつも1号とかね0号とかでちまちま編むんですけど、だから全然進まないからさ、すんごい長く感じて、このコットン糸だとちょっと太めだから3号とかで編めるからいいですね。サクサク進んで、うん、仕事しながらだといつもどんくらいだろう、5日間とか1週間くらいかかっちゃうんですよね、一足編むのに。うん、希望は2日で終わらせたいんですけど1日で片足終わらせたいんですけど、2日で1足編み上げたい。なかなかいかそんな早くはいかないですね。皆さんはいつも1日何時間くらい編み物できてますか？私は仕事がある日は3時間くらいかな。でも3時間くらいはやってんのかな。なんか飲み物してると1時間あっという間ですよね。3時間とか本当にあっという間で、最近も YouTube 見ながらとか、なんかネット配信見ながらとかさ、ずーっと編み物してるんだけど、てかもう見てないっすよね。テレビはモニターの声を聞いているっていう感じで見てないんすけど、もうそんな感じですよね。皆さん編み物してる人ってどんくらいみんな編み物1日でやってるんですか？この前休みの日に家でやること何にもなくって、本当に掃除、部屋の掃除だけして、あともやることも特になくって、出かけるところも特になかったから、もう永遠にひたすら編み物したんですよね。もうずーっと10時間くらいやってたんじゃないかな。あの日は起きてる間ずーっと編み物してて全然飽きないね。でもあっという間に一日終わっちゃってびっくりしたわ。もう永遠にやってんの。なんかセーターとかも編めるようになりたいな。永遠に編んでたいんだけど、セーターと、そうだ、毛糸のパンツを編みたいってずっと思ってて
暇さえあれば、みちくらぼさんの毛糸のパンツの動画を聞きながら、ずっと靴下編んでるんですけど、イメトレだけはね、もう完璧にイメトレできてるんですけど、靴下編まなきゃいけない人がたくさんいて、なんか仕事みたいになってるけど、私も自分に自分の靴下欲しいし、オパールケイトの靴下欲しいしと思うと、なかなかね、ケイトのパンツに行ける日が来ないんですよね。なんか靴下ハマっちゃうと、あのパターンでもちょっと編んでみようかとか、これの模様を入れてみたいなとか、いろいろ思うと、なかなか、なんか次に行けない。しかも、なんかそうだ、欲しい毛糸とかも見つけちゃうと、あ、この毛糸で靴下編みたいとか思うと、なかなか毛糸のパンツに行けないっていう事態になっちゃっているんですけど、毛糸のパンツ編みたいんだよなっていう幸せな悩みを抱えている最近です。もう本当に時間が足りなすぎる。一日があっという間に終わってしまう。このままだとあっという間に年を取って、気づいたらおばあちゃんだったってことに、編み物してたら年食ってたってことになってしまうぞ。そんな感じです。なんかいろんな人の編み物を、の作品をね、生で見てみたいですよね。で、よく手芸屋さんで見本品で置いてあるじゃないですか。エコタワシとか、この毛糸で編みました、こんな感じになりますみたいな、あれとかも超まじまじ見ちゃうけど、めっちゃ綺麗で、すごいなって思いますね。超まじまじ見ちゃう。で、オフ会とか、なんか手芸編み物教室とか手芸教室とか行ってみたいなと思ってね、検索、自分の住んでるとこの地名とか入れて検索かけるんだけど、近くでそういうのやってないみたいでやってる人もいないだろうけど、だからインスタとかで見て癒されてますが、生の作品も見てみたいですね。で、いろんな人とさ、おしゃべりしながら編み物するのがいいですよね。うん、さあ、おしゃべりしながら編み物したくて、どこでその糸買ったんですかとか、誰に作ってんの、何作ってんの、どこのパターンで作ってんのとか、いっぱいね、おしゃべりしながら見たくって、もし私の YouTube が1000人いった時にはライブ配信をしてみたいんですけどね。1000人なんて行くのかわかんないけど、たまにインスタでライブしながら編み物してます。のでよければフォローしてください。もう私おしゃべりが大好きなので、編み物してる人周りにいないし、なんか共通の趣味のお話とかできると楽しいですよね。どんな趣味でも。そんな感じで、もしよければ絡んでください。ということで、
あー、この靴下も早く完成させたいなと思っております。おばあちゃんこんなのもらったらびっくりして腰抜かしちゃうんじゃないかな。そう、私前におばあちゃんにね、もう編み物始めたのが去年の11月10月とかだったのかな、なんですけど、その時に初めて作ったね、もこ太郎さんのね動画を見ながら作った巾着とかなんかいろいろ作ってたんですよね、バッグとか。でも今思えばめちゃくちゃね、なんかね、目が揃ってなくて仕上がりがいまいちだ、なんか失敗作みたいなやつなんだけど、それ自分じゃ捨てれないしなと思って、捨てるのもったいないしなと思って、んでも自分じゃ使わないなとか思いながら、おばあちゃんにこれあげるっつってあげたんですよね。そしてめっちゃ喜んでくれて、これくれんの、もらっていいのみたいな、なんかそんな失敗作ごめんねあげちゃってと思って、だから今回はちゃんと心を込めて編みたいと思います。もうね、多分びっくりしちゃうと思う、この前あんななんか汚い作品をもらったのにこんなに上達したのってなるかも。もうおばあちゃん編み物する人だからね、編み物好きな人はどんな作品をもらっても嬉しいのかも。しかもまあ孫が作ったものだからまあ嬉しいかもね、嬉しかったかも。こんな靴下なんてもらったら大丈夫かな、ひっくり返ってさあ病院に行っちゃったりしないかしらって思うわ。何の作品からこんなのが作れるようになるなんて、おばあちゃんの作品がめちゃくちゃ可愛いのがあって、今度写真撮ってこよう。もうね、かぎ彫りがすごいね上手で、色使いもめっちゃ可愛くって、こたつのなんつうの、こたつのあの布団部分っていうかこたつカバーをめちゃくちゃでかいですよ、だから作品としては。それをもうねひたすら編んでたみたいで、かぎ針でグラニースクエア、グラニースクエア編み、なんかモチーフみたいなのずっとつなげて、こたつの布団のあのあるじゃないですか、あれと同じぐらいの大きさにまで編んで、めっちゃ可愛いのね、赤とか黄色とか可愛いポップな色使いで、びっくりした、もうあれ売り物みたいだったわ。今度写真撮ってこよう、超可愛かった。あんなの根気がないと作れないよなと思って、作れるのはまあ簡単は簡単って言ってたんだけど、作り方自体は簡単って言ってたんだけど根気が必要よなと思って、この私ショールもね編みたいなと思ってるんですけど、ショールも根気が必要だよな。洋服も編みたいんだけど、編みたいものいっぱいなんだけど、毛糸のパンツも編みたい、パール毛糸で自分の靴下も編みたいし、早くこの靴下を完成させねばならぬ。もうさ、何に追われてんのっていうくらい、次から次へと編みたいものが溜まってきて、なんかせ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 かしちゃいますよね。追われてるっていうか、あれも編みたいから早くしなきゃみたいななっちゃってますが、
一つ一つ作るのを楽しんで完成させたいと思います。はい、そんな感じで長くなりましたかね。今日も動画を見てくださってありがとうございます。とりあえず今のところこんな感じです。靴下3日くらいで編み終わりたい無謀なことを思っておりますが、3日くらい、今日が3日だから6日とかには編み終わりたいんだけど、いけるか。ちょっともう6日までに終わらせたいと思う。6日までに終わらせて、お母さんにも靴下編んで発送して、そこから何を編むか、旦那さんのニット帽も編まなきゃいけないしっていう感じで、手があともう2本欲しい。皆さんも同じ悩みを抱えてますかね。はい、で動画を締めようと思ったんだった。あと1だ。はい、じゃあ見てくださってありがとうございます。次の動画では完成しておきたいなと思いますどうでしょうか。それではまたねー。